もおもチャンネルです。今回はこちら、はい、こちら見えますかね。うるせえやつらスイングの宇宙人編でございます。でこちらね、1個ね300円ですね。1回回すの300円するガチャガチャで、僕ね今回ね先輩へのプレゼントとしてね2回ほど回してきました。で僕の先輩がねラムちゃんが大好きなんですけど、実はね今回ちょっとラムちゃんが出なかったんですよ、パッと見ね、絶対違うんですけど、まあこれプレゼントとしてはまあいいかなと思って今回回して、飽き上がれへんな、できました。でとりあえずあげる前にねちょっと紹介しておきます。よいしょ、開いたー、でんと、お、何が来たんかな。僕ねうるせえやつはあんまりちょっと詳しくないんで、ね、まずはちょっとブックレットチェックしておきましょう。はい、こんな感じ。うるせえやつらスイング宇宙人編全6集となっております。で対象年齢は結構高めの15歳以上です。でラインナップはザザッと、ラム A、 ラム B、 てんちゃん、おゆきに、ベン、てん、さくらんぼ、チェリーですね。で1個目はこれおそらくベンテンですけども、ちょっとあかんぞこれは。ちょっと開けてみましょう。これは先輩にあげるに適してない、ちょっとクオリティかもしれんぞ。やばい、色の塗りがやばい。これはまあ絵が喜ぶとは思うんですけどもね、ちょっと口のとこと鼻のとこがね、口の色がビョーンってはみ出て、金もたはみ出ちゃってるね。わあ、これはちょっとあれですね、粗いっすね。これ300円するんですよ。でこのちょっと色塗り、これはちょっとあかんちゃうかな。おー、まあ、それ以外はねまあいいんですけど、ちょっと口のとこね正面からね結構見るフィギュアなんでね、これちょっと残念かな。まあ可愛いからいいんかな、許して先輩。これとりあえず1個目のプレゼント、弁天でございます。それでは2つ目いってみましょう。よし、開いた。結構硬いね。お、2つ目はまあなんとなく外から見てたら分かったんですけど、チェリーでございます。さあ開けてみましょう。チェリーは塗りは大丈夫かな、塗りは大丈夫かな、チェリーは。おっ、おー、大丈夫そう、いいね。こっちはなかなかクオリティがいい感じでございます。いいです。おはは、あの感じめっちゃ出てますね。もうなんというかこの何企んでるかわからん感じの表情がいいですね。あー、いいね。チェリー、さくらんぼ、かなりいいクオリティで仕上がっております。これは上げても大丈夫でしょう。よかった。2つ目はチェリーでございました。はい、ということで今回は私の職場の先輩にプレゼントするために回してきました、うるせえやつらスイング宇宙人編で1つ目弁天で、2つ目がチェリーでございました。ちょっとねこの弁天のね口の塗りが本当にちょっと残念だったんで、販売元のバンダイさん、ぜひとも今後は品質管理よろしくお願いいたします。ということで最後までご覧いただきましてありがとうございました。今後とも頑張ってまいりますので、高評価、チャンネル登録、コメントといろいろよろしくお願いいたします。ではまた、さよなら。せーの、はいはいはい、こちらの3つ、こちら妖怪ウォッチのアクションデラックスフィギュアです。この間ニャーケービー応援ステージセットのプラモデルを買った時に一緒に購入してきました。今回こちらのガチャガチャ1回